はい、あ、フランスでの及川です。はい、菅政権発足から1週間経った、どう お考えかということが1点と、まあ、山尾修さんの出馬、東京比例ブロック第1位ということですが、それについてどう思うかということと、あと N 国党としても山尾さんみたいに柚塚姫を例えば比例単独ブロック1位にするとか、目玉候補としてそういう お考えはあるかという3点を伺えれば。はい、まあ、菅総理の動向については今浜田議員の方から申し上げた通り、まあ、減税であったりとかベーシックインカムについても興味があって動かれているのかなということと、まあ、特に、竹中平蔵さんともお会いしているのかな、まあ、いわゆるもともと総務大臣を経験されているお二人と、で、まあ、よくまあメディアでは携帯電話の値下げを、ね、すごく期待しているというような話があるんですが、やはりこれ携帯電話の値下げと NHK の受信料というのは結構セットというか、もう同じ電話を使っていますから、そういう意味では菅さん自身は NHK に対してあまりいい印象を持っていないというのは僕はずっと分かっているところで、あえて、まあ、高市早苗さんを変えたというところらへんも、まあ、なんていうのかな、少なくとも NHK の味方をするような総理ではないなというふうに僕は見ていますので、あらゆるそういう改革に対しての期待はしているところですね。一方、やはり森友事件を私個人的にというか追及しているものとしては、やはり文書の改ざんがあったことについて調査をされないということについては非常に不満を持っているところというのが、まあ、今の菅総理に対する僕の雑感というか感想であります。2点目が山尾志織さんの立候補ですが、まあ、昨日の会見を見ていて直接玉木さんに僕電話しようかなと思ったんですが、あえて今日会見があって誰か聞いてくれるだろうと思って、これが玉木さんに伝わればいいと思っているのでちょっとお話すると、東京ブロックで1議席を取れるというような参議院選挙の票のことを昨日おっしゃってたんですけど、東京選挙区では27万票ぐらいしか取れてないんですよ。いわゆる2枚目の票ですよね。国民民主党と2枚目に書いた方がおそらく20万弱と、国民民主党のいわゆる名簿当選者の方を書いた人が、10万弱で合わせて27万ぐらいなんですね。これ足すと 4.5% なんです。東京比例ブロックの当選内というのは前回 5.0% ですから、前回と同じ票を取っても当選できないっていう数字なのに、2議席目も狙いたいようなことを発言されていたので、ちゃんと数字を埋めてるのかなっていうのが、単純にちょっとそのちょっとコートの会見としては数字の見方がおかしいのかな。で、先日というか先週5日前の座間市の市議会員選挙で、いわゆるまあ連合系の方お二人現職でいらっしゃるんですが、池田さんという方が多分5期ぐらい当選されてて、前回も6位ぐらいだったのかな、結構上位で当選されて、でもう一人女性の方が下から2番目で当選ぐらいの感じなんですが、まあ、お互い連合から票もらってたんですが、片方は立憲民主党、片方はまあ無所属で実質国民民主党で出たら、この6番目だった池田さんという人がもう半分、ちょうど半分ぐらい票として落選で、当選した女性の方が前回最下位、下から2番目だったのがちょうど1000票ぐらい減らして池田さんの票をそのまま1000票上積みしたと、まあ、いわゆるその党名がこれ立憲民主党と国民主党同じままで何も変わらないんじゃないかと思われていると思うんですが、少なくとも組織票は、半分ぐらいは立憲民主党に流れているっていうのは座間のちょっと市議選でははっきり出てるんですよね。5期6期当選されている方が落選するっていうのは相当衝撃的な数字なので、まあ、そうすると東京選挙区で山本志織さんが出られたとしてもよっぽどのことがない限り、前回去年の7月の数字と同じ数字を取っても足りないんですよ。 4.5 しか取れてないんで、
で連合の票が多分減ることを考えたときに、それで当選できると呼んでるのが僕は逆にちょっと腑に落ちなさすぎてですね、なんか山本志郎さん騙されてるんじゃないのかな、それとも国民民主党全体で気づいてないのかな、うん、これ例えば東海ブロックを見たときには60万票ぐらい取ってられるんですよ、前回の参議院で。東海ブロックで出たら2議席以上取ってるんですよ、ね、でも東海ブロックはもともと21、定数17、東京17、東海ブロック21なので、山本さんが東海ブロックで比例単独1位で出れば、まあ、普通に古川先生の票とか、まあ、東海はもともと労働系強いですから、かつ維新とかそういう風であまり票が動かないところなので、東海で出たら1議席確実だろうなと思うんですけどね。地元もともといた愛知7区で出るのか、愛知7区で自民党をやる野党共闘のサインを出すんだったら山本さんが引くだけでいいわけですよ。東海の比例1位でいいと思うんですけど、あえてその東京ブロックに、まあお住まいが東京だからっていうことで、それを言うんだったら最初から東京から出とけよって話になるわけで、ちょっと意味がわからない。だからまあよっぽどのことって、まあ、他党のことなんで別に心配してるっていう、まあ心配というかそのけなしてるんじゃなくて、ちょっとちゃんと票読みしないと玉木さん危ないよと。東京ブロックで国民民主党さんが1議席取れる可能性は今のところほぼゼロに近いです。うちと国民民主党のだって政党支持率がほぼ変わらないんで、うちはもう東京は絶対無理だと思ってるんですよ。だから近畿だと 3.1 でいいんですよね、 3.1%。 東京は 5.0 なんでね、まあ、定数が17と28違うので、だ東京選挙区って意外に当選しづらいんです。かつ例えば、日本第一党さんみたいなところもいわゆる政治団体も出てくるんですよね、ブロック東京ブロックだけは。前回は、支持政党なしさが出てるんですよね。だからそういう意味でも特に東京ブロックっていうのは立候補する政党も多いし、各陣営東京はやっぱり選挙運動しやすいので、エース級のその運動員っていうか応援者も出てくるので、ちょっと読みがあまりにもずれずれてるのかな。だからちょっと玉木さんにどう伝え、直接言うのもあれだから、これ会見の時に玉木さんに僕はエール送ってるつもりなんで、ちょっとその見込みは数字をちゃんと見れてない。いわゆる今までの感じで前回の参議院で行くと1000円取れますみたいなことをおっしゃってたじゃないですか、はい、間違ってますよね。どう考えても特に選挙区の方は多分20万票取れてないですよ、うん、あの NASA あの水野さんですかね、はい、うちの大橋君が13万票取ってるんでそこと比べても国民民主さんそこまで取れないと思われるので、ちょっとそこはあのもう一度数字を見直す方がいいんじゃないのかなと、まあ、相当ねその今回の決闘でバタバタされてたんで、数字の意味がちゃんとできてないのかなって気がするんですが、まあ、そんな中で、まあ、うちの党としては次11人の各ブロックに1人ずつ、まあ、全員だからそういう意味じゃ単独1も何も1人しか出さないので今のところね、11人の候補者を出すと。で、小選挙区に出しちゃうと重複するとそこで10% を取らないと当選の権利が失うので、まあ、当選の可能性がちょっとでもある近畿とか東海とか九州とか南関東北関東、まあ、場合によっては東京はちょっと悩みどころなんですけど、ここはあの比例単独のつもりです。でもう絶対当選しない北海道、東北、北陸、四国、中国、この5つはもう比例の小選挙区重複で出る予定、出す予定と。でそこに、湯塚姫子と新藤からが入るかっていうと今のところは入ってますけども、あのうちの党から幸いに立候補したいという方が結構いらっしゃいまして、であのその中にお医者さんであったり弁護士さんであったりっていわゆるその資格をお持ちの先生と言われる方が複数名いらっしゃってですね、で今もし解散を打たれたらうちはやっぱりほぼほぼ当選しないんですね。ただ得票率はどうしてもいただかないと政党助成金に大きく跳ね返ってくることと、その次の衆議院選挙ですね、が政党要件を
公選法上失うという恐れが出てくるんですよ。まあ、その次の3人でさらに2倍いけばいいんですけど、まあ、できれば当選するには最低でも 3.1 が必要なんですが、当選しなくても 2% のラインさえ超えておけば、政党要件が次の衆議院までは確実に保障されるということで、できれば弁護士、医者限定で公認をしたいとは思っています。ただ、そこはもう本当に、解散がはっきりと決まった段階で、本当にその弁護士さんがお医者さんがどれぐらい揃うのか、すでにうちの党から立候補、まあ、決定している人物もいますから、その人との調整とかもあるので、ただ何て言うんでしょうかね、今年の2月とか1月に表明していた若い女性をメインに擁立するっていうことは、そんなには強くやろうとは思ってないです。あと、まあ、目玉としたらやっぱ堀江さんの王室場に関しては積極的に働きかけていくこと、で、出馬されなかった場合においても、これは秘書の斉藤君が出るということは、堀江さんが出なければ斉藤君が出ると、堀江さんの秘書が出るということは決定していて、まあ、その応援は今回はしてもらえるだろうと。だから秘書の斉藤君のみの応援なのか、 NHK から国民を守る党全体の応援になるのか、堀江門新党に名前を書いてやるのかということについては、解散がはっきりと分かった段階で堀江さんとちょっと面談をしてすぐに早急に決める、これが今のうちの党衆議院選挙に対する考え方、構えます、はい。玉木代表には来週定例会見で聞いてみます。そうですね、あの数字に関しては、まあ、令和さんにも投げかけてるんですが、僕多分相当強いと思うんですね、選挙のお金と数字ですかね、あのほとんど頭に入ってるんで、多分ほとんどの政治家って自分の選挙区に頭ないと思うんですよ。だから例えば九州ブロックだと20かなっていう数字は、で九州ブロックは多分国民さんいるんですよね、九州ので、近畿はあの前原さんがいらっしゃるんで、ただ前原さんは小選挙区で抜けるんですよね、おそらく。であの古川さんも東海で抜けていくんで、小選挙区で。そうするとあのいわゆる比例2位とか名簿2位の人というか、その名簿に載ってる人が1人は行くと思うんで、そっちの方が当選しやすいでしょうし、東京ブロックはちょっときついので、まあ、なんとか山尾志織さんの、まあ、実質上の国主人とも仲悪くないのでちょっとね、それは僕ちょっと全力で伝えたいですね、まあ、今日この会見ちょっと含めて、ちょっと本当東京ブロックで大丈夫なの。ただもちろんね、当選することを目的に出てるのは分かるんですけど、長い目で見て東京で勝ち取りたいということがあるとかね、もちろん連合との話し合いで、東京で30万票をある程度回してもらえるみたいな話があるんだと、これまた別ですけども、少なくとも前回の参議院選挙の数字を見る限りでは、東京で 4.5% しか取れてないわけですから、厳しいのではないかっていうのは、冷静な客観的な分析をしたらそうなんで、なんか L 国の立花さんが東京ブロック厳しいですよって言ってましたっていう質問を投げかけていただけるとよかったら飯でも行きましょうと言ってましたよみたいな、言っておくよ。もうそれで、ね、それいいと思います。直接僕がなんか玉木さんに言うのがちょっとメールしようかなと、ちょっと若干思ったんですけど、今日の会議があって及川さんが来て聞いてくれるかなと思ったので、あとは玉木さん、あなたに任せます。はい。